今回はですね、まあ、いよいよね、えー、もう近づいてきました。まあ、3月24日ですね。まあ、3月24日には、まあ、いろんなね、えー、あの、端末の発表会があって、まあ、それに合わせておそらくセールが始まるんではないかなというものがね、えー、何点かありますので、紹介したいと思います。まあ、最近注文したですね、レドミノート10シリーズがまだ届いていないにもかかわらずね、 どんどん新しい端末が出てきて、なかなかですね、このガジェットを追いかけるっていうのは非常にね、大変だなと思いますけれども、まあ、ただやっぱガジェットが届かない週っていうのはね、本当にね、動画のネタに困るので、まあ、ついついね、楽天モバイルの固定回線化計画ばっかりやってしまうんですけれども、まあ、3月の24日が過ぎればですね、結構ね、注文するものがあると思いますので、またね、皆さんにスマートフォンがいっぱい紹介できるんではないかなと思います。それではね、3月24日、気になるスマートフォン、アリーエクスプレスで見ていきたいと思います。 それではね、まず私が一番注目している端末を紹介していきましょう。それはですね、リアルミ m 8プロですね。 えー、本当につい最近ですね、まあ、リアルミー7のーシリーズが、ね、発表されて、まあ、うちのチャンネルでもリアルミー7 5G っていう端末が非常に人気でですね、かなり話題になりましたし、まあ、いろんな、ね、動画を上げましたけれども、かなり、ね、視聴されている、まあ、人気の端末だったんですけれども、まあ、それが本当に、ね、ついこの間だと思ったんですが、もうすでにリアルミーはね、8プロを まあ発表するということで、まあ一応3月の24日に発表ということなんですけれども、まあすでにね、このアリーエクスプレスのリアルミーオフィシャルストアですね。まあ以前にそのリアルミー 75G を販売していた、まあいわゆるそのオフィシャルストアと名乗っているショップなんですけれども、まあこちらでえおそらくね、カミングスーンっていう出てますので、まあ発表と同時にやっぱり売り出すんではないかなと思います。リアルミー8プロですね。で、今回このリアルミー8プロの やっぱりね、一番の売りは、これですね、1億800万画素のカメラを搭載しているというところだと思います。まあ、わかりやすく言うと、Redmi Note 10 Pro ですね、1億800万画素を搭載した格安のスマートフォンになりますけれども、それと真っ向勝負する端末になると思います。まあ、こちらの方にですね、3月の24日、えー、とね、7時30分というふうに書かれていますけれども、まあ、これね、発表会があって、 で、おそらく、まあね、やっぱりすぐ発売になるんではないかなと思いますので、まあここのね、リアルミーのオフィシャルストアの方は、まあちょっとね、えー、ちょこちょこチェックしておいた方がいいと思います。まあおそらくそのうちね、クーポンなんかが出て、 大体いい値段も出てくるんではないかなと思います。で、このリアルミ8プロですけれども、まあ SOC はスナップドラゴンの 730G ではないかと言われていますので、まあその要は 5G にはね対応していない。まあそれはね、レドミノート10 Pro も一緒ですけれども、やっぱり 4G の格安スマートフォンで、まあどこまでスペックを上げられるかという端末になっていると思います。まあやっぱりね、今回のその格安スマートフォンの対決は、 このカメラですね。1億800万画素のカメラを搭載した格安スマートフォンというところで、まあ、戦いが始まるんではないかなと思います。でね、このリアルミエイトプロのちょっと特徴なんですけれども、まあ、デザインもね、ちょっとこのカメラの構成がこう四角くて、だけど結構でかい感じで、ちょっとデザイン的に新しいものになっているんですけれども、今回ですね、これ結構薄いみたいなんですね。スーパースリムとライトということで、まあ、8 1ミリ ということと、重量がなんと1 7 6ムしかないんですよね。やっぱり今ね、シャウミの端末なんかは、だいたいこうね、200を超えてしまうような、結構ごっつい端末が多いんですけれども、まあ反面ね、リアルミーは結構頑張ってこうやって抑えてきてるんですが、今回はね、さらに抑えて1 7 6ムです。これはですね、持った感じでもかなり軽く感じられるんではないかなと思います。 ということでね、まあなんかロシアの方ではすでにクーポンコードが出ていますけれども、まあ現状ですね、えー、まだその価格とかはちゃんと発表されていませんし、まあ販売ページはできているんですが、かなりね、価格が高くなっていますので、まあとりあえずできているという状況だと思います。やっぱり今後ですね、えー、徐々に価格が固まってきて、クーポンコードなんかも出たり、あとはセールの情報なんかもね、出てくると思いますので、まあ、やはりね、そろそろこのリアルミーのオフィシャルストアは毎日チェックしてもいいんではないかなと思います。 こちらがね、実際の販売ページになります。価格がね、まだね、仮で74,830円という,うに入ってますので、まあ、これは当然ね、もっと安くなると思います。で、ワールドプレミアセールでグローバルバージョン、ニューリアルミー8プロということで、1億800万がそのクアルコムの 720G という,うになってますけども、まあ、これはおそらく噂では 730G だと言われてますので、まあ、いずれにしても、まあ、その 5G に対応していない、 700番台の SOC が搭載されるということではないかなと思います。あとディスプレイのはね、一応アモレットディスプレイになっているようです。3月の24日ということですね。まだね、価格とかですね、メモリーとかストレージの容量でその価格が出ていないので、まだちょっと判断できないんですけれども、まあやはりね、レドミノート10 Pro と、まあ同価格帯のものになるんではないかなと思います。 あともう一つはね、ワンプラス9シリーズですね。まあこちらもですね、まあ以前から3月の24日に一応発表会があると言われていましたけれども、アリーエクスプレスのワンプラスオフィシャルストアですね。まあ過去に1プラス8とかワンプラス 8t を安く販売していたまあ、オフィシャルストアなんですけれども、まあ、こちらに既に販売のページができていますので、おそらく1プラス9シリーズの発表会と、まあそんなにね、タイムラグがない状態でプレミアセールが始まるんではないかなと思います。 で、今回はですね、一応カメラがソニーの IMX766 を搭載しているということと、 で、これもね、いろいろ言われてますけれども、まあ、ハッセルブラッドと一緒になんかカメラを使っ、作ってるということで、その辺のカメラ精度が、まあ、目新しいのかなという感じですね。で、一応価格の方は、あ仮の価格ですけれども、まあ、11万1000というふうになってますので、まあ、当然これよりは下がると思いますけれども、まあまあね、ワンプラスの9ということなので、まあ、ハイエンドのね、スマートフォンになります。SOC はスナドラの888なんでしょうね。 ということなのでまあ、それなりの価格はするとは思いますすけれどもも、まあ、こちらもですね、えー、まあ気にななっている端末の一つかなととう感じですそれとねもう一つ気になっているのがですね、えー、これはもうすでに発売されているんですけれども、まあ、リアルミーのダイレクトストアというところで、えー、リアルミー GT ですね、これも以前に私のチャンネルで紹介していますけれども、まあ、スナップドラゴン888を搭載したまあ、格安のねリアルミーのハイエンド端末というものになっています。 価格の方が、日本円で今59,600円、609円っていうね、価格になってますかね。えー、っとです。ただ、ここにはね、ファイナルプライス494ドルになってるんですけれども、ちょっと価格差がありますが、まあ一応ここにね、一応クーポンがありますこれで1,113円は引いてもらえそうですね。で、あとここで334円は引けそうですけれども、あとどれをどうするとね、えーあ これで5万5千円になるっていうことなんで、まあたい500ドルぐらいにはなるのかなまあという価格なので、まあスナドラ888を搭載した端末としては、まあ5万0千円ぐらいで購入できそうなので、まあまあ安いかなと思います。まあただこれ注意したいのは、このねリアルミンのダイレクトストアって、まあグローバル版じゃなくて中国版をね、主に扱っているね、ショップになっていますので、 リアルミー GT については、これはね、まだグローバル版ということよりも、これ中国版ですね、えー。中国向けの端末を販売していますので、ちょっとそこは注意をしてください。一応セールの方は、あっと3月の15日から20日までということで、まあ、今セール中だと思うんですけれども、まあ、それでこの価格ということですね。えーっとまあ、ただね、リアルミーの一応中国版というのは、日本語でも一応使えるんですよね。ここを見ていくと日本語が確かあったような気がするんだけれども、 はい。ここにね、日本語一応ありますね。一応日本語選択できますので、まあ中国版でも一応日本語は使えるんではないかなと思います。まあおそらくね、Google Play ストアなんかもまあ簡単にインストールできるんではないかなと思いますけれども、まあ私はですね、中国版のリアルミーっていうのは一度も買ったことがないので、ちょっとその辺はね、えー、皆さんに、ね、もし購入される方は一応確認された方がいいと思いますけれども、まあ一応端末としてはね、スナドラ888を搭載した端末が、まあ約5万円台の半ばぐらいで買えそうなね、えー、セールになってい ますのでこれもちょっとね、気にはなっていますけれども、やっぱりね、グローバル版じゃないと、ちょっと手が出ないかなということで、まあ、こちらちょっとね、買う気はないんですけれども、まあ、一応紹介としてはね、価格が安く販売してますので、紹介をさせていただきました。 ということで、今回はですね、まあ3月の24日なので、本当にあと1週間ぐらいで、まあおそらくね、いろんな端末が発表されて、まあ合わせてね、アリエクスベースの方でもセールが始まるんではないかというものをね、えー、何点か紹介させていただきましたけれども、まあやっぱりね、リアルミ8プロは価格的にもね、格安のスマートフォンということなので、まあ買いやすいかなと思いますし、まあレドミノート10プロがそれまでには まあ、手元にあるんではないかなと思うんですけれども、まあ、そういった部分でね、まあ、比較対象として、やっぱ、ライバルのリアルミー8プロ、非常に気になる端末なので、まあ、こちらもですね、まあ、価格によりますけどまあ、おそらく私は買おうかなというふうに思っておりますま。もしね、え、格安のスマートフォン、え、1億800万画素のカメラを搭載した、格安のスマートフォンにご興味のある方はですね、一応リアルミー8プロも、ちょっとチェックした方がいいんではないかなと思います。で、あとはね、え、やはりワンプラス u イン、こちらの方は、 もうね、価格が高いので、まあ買う人は買う、買わない人は買わないと非常にはっきりした端末だと思いますけれども、まあ、次回ですね、あのクオリティの高い端末をまあ発表してくるね、ワンプラスシリーズなので、こちらの方もね、期待したいと思います。はい、今回は以上です。<music>